あなたが未来成功したいとか、お金持ちになりたいとか、美貌を手にしたいと思うのならば、この潜在意識の力をフル活用しないではないという、こういうブログがあったわけです。なるほど、僕ももう完全にこれ引き寄せてるじゃないかということを思ったわけですね。潜在意識っていうのは、もう多分ある程度知ってると思うんですけど、この 95% 解明されてない力なんですよ、そのフィールドなんですね。で、今人間がこう現在こうやって生活しているこの現実っていうのは、これたった 5% ぐらい、本当に 5% ぐらいの意識の中で生活をしている。で、そのお金がたまたまあるとかないとか、そして、人間関係のなんていうかな、悩みがあるとかないとか、いろいろありますよね。現象ってあります。この現実の現象というのも、実は引き寄せてるのが自分の潜在意識なんだということなんですね。だから結果、今ある結果というのは、潜在意識の我々が知らない、僕たちが知らない意識の中で勝手に作られていくわけです。そして現実に現れるわけね。だから、例えばね、分かりやすい例で言うと、僕はこう美容の話をしておきますんで言いますね。とにかく唱えることが大事なんですね。同じ、例えばクリーム塗るとか、同じこの化粧水を使うとか、夜寝るときに、どう唱えるかによって、その自分の言葉、発した言葉が潜在意識の中にどん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 溶け込んでいく感じ。だから、このクリームは、この化粧水は私を若々しくしてくれるもんだということを唱えるわけです。今日も綺麗になっていくぞ、ね、明日ももっと綺麗になるぞ、もっと若々しくなるぞというふうにして唱える人と、全く無意識の状態で感謝もせずに適当に振ってる方では全く効果が違ってくるんです。これは本当に僕も経験してるんだけど、いつも、ね、言いますよね。寝るときにちょっとネガティブな感情が来たりとか、ちょっと心配事があるとかあります、やっぱり僕ら経営者なんで、例えば、お金のこうやりくりとかね、それからやっぱりこう支払いの期限とかあった時に、常にね、もうこれ15年ほど前かな、もうとにかくその起業した当時ってのはもっとしんどかったんで、もうとにかくその自転車操業でね、ほんまに入ってきてもすぐにその支払いに回す、こんなことしてて本当にいいんかなっていうぐらいの不安があって、毎日毎日その不安だらけです。で、それをある時、その寝る時に大丈夫大丈夫って言って口角をくってあげて、今はこうだけども、このあとどんどん改善していく、大丈夫、お金の心配は全くなくなる、これから自由にどんどんそういう必要なもののお金は入ってくるというふうにして、唱えるわけですね。唱えながら寝るんですよ。で、その時はもう現実は大変ですよ。現実は大変だけど、唱えながら寝るとどんどんその知らないうちに回転していくんですね。で、そういう情報を仕入れてくるんですよ。で、お金が入ってくるようになるんですよ。これ不思議なことで、すぐにはなりませんよ。一日唱えたから明日なるって、そんなんじゃないんだけど、常にそのネガティブな感情を自分でポジティブに唱えていく。これ特に寝る時がいいんです。で、寝る前に僕いつも言うんですね。簡単簡単ワンタン麺とかね。ちょっと嫌な時あった時はもう笑いながらね、簡単簡単ワンタン麺、こんなんできるかな、簡単簡単ワンタン麺って言って、自分唱えながらここ口角上げてにっこりしながら寝ます。そうすると朝起きた時に嫌なことも全部その潜在意識の中できちっと解決していてくれるんですよ。この力っていうのは、僕たちが呼吸してるとか、この振動をボコボコこう打ってくれてることは意識 しないですね、普段。だけどその意識をしないけども働いてるわけですね。すっごいフル活動してるわけです。で、そのぐらいの力が実はその潜在意識の中にいっぱいあるので、そこに確信を持って大丈夫、お金は入ってくる、大丈夫、美しくなれる、大丈夫、健康になれる、もっと健康になる、一生健康でいてる、もう、たとえ病になっても病なんかすぐ治る、正常になる、要するに自分の機能がどんどん正常になるとか、もうそういう未来に向けて語りかける、この言葉がね、そういうふうに必ずなると。で、ここが大事ですよ。必ずなるっていう、この断定的に感じる、断定的に言う。で、そのお金は何のためにいるかっていう時に、こんな車を買いたいでもいいし、こんな家を買いたいとか、もうそういう目的意識をきちっと持ってイメージして寝る、そういう断定的な言葉、思い、
それを寝る前にやってください。そしたら現実にどん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 そういうことが引き寄せられて、知らない間にそのお金の心配もなくなってくる。まあ、実際僕もそうですからね。そういう経験をどんどんしてて、なんか知らんけどもすごい救われることあるんですよ、本当に。これ何やろって僕もまあ不思議な力が働いてるなっていうのを思ってて、まあここでここ最近ねよく言う、まあ、こんな量子力学の話もしますけども、引き寄せの法則っていうかね、もうこんなある程度皆さん本読んでるから分かると思いますが、分かってるのと意識してやるのでは全然違うんですよ。これいつも言うんだけど、あ、聞いたことある、分かってる、潜在意識大事、分かってる、だけど知らず知らずのうちに毎日の生活にまあまあ、あの馴染んでいくと、あって忘れるわけですね。でこれ不思議なもんで、潜在意識というのは今まで1週間プラスにずっと思い続けてきたのに、ある一つでマイナスのイメージを、そんなこと言ったってどうせ無理かなって思った瞬間にマイナスになるわけですよ。だからプラス 7×マイナス1って言ったらマイナスになりますよね。算数で言うと、せっかく7のプラスになってんのに0かけたらこれ0になりますよね。要は算数と一緒で、プラス7、8、9って積み上げてどんどんポジティブに生きてんのに、ある日突然やっぱり無理だって思った瞬間のマイナスが入ると、せっかく今まで積み上げた8とか10とかのプラスがパンと消えてまうんですね。なんならそれがマイナスになるわけです。だから普通の人が潜在意識を本当に活用している人、本当にその、まあ、これ潜在意識、宇宙意識とも言いますけど、活用している人は最終的にはやっぱり諦めてなくて、最終的にはなんとかなるとか、もうとにかく僕もずっと言ってるんです。ずっと分からなくなる、もっと若くなる。でまだまだ特にね、キムタクの格好しようって言ってこれで言いましたけど、今僕60になろうとしてて、普通の人でやると70、80のイメージを湧かすんですよね。白髪になってなんかおじいちゃんになれへんかな、そういうちょっと心配もやっぱり出るんです。もちろん僕もあるんです。だけどそのマイナスのイメージが出た時に、いかに自分で潜在意識に働きかけて40ぐらいの自分になるみたいな、あ、キムタクかっこいいなと思ったわけですよ。でこんな風になろうって思って、こうなっていくぞと思うとそうなっていくんですね。だからすごくその頭の中でイメージしたことが現実に起こるっていうことだけは、これもう間違いないことなんです。だからいかにそのイメージをきちっと正確に、しかも疑いなく、そうは言いながらヒデさんこんで言ってたけど一個も変わらへんやないかっていうタイムラグはあるんですよ。必ずタイムラグあります。だからそれが1年かかるか2年かかるかは全然あれですけども、まあ僕は17年間父子家庭で再婚もまた幸せな再婚できるって思い続けて、17年後に今再婚なんですよ。だから50で今再婚、まあ今っていうね、50で再婚できました。まあ、そんな風にね、必ずタイムラグはあるけど、信じ続けて潜在意識に働きかければかけるほど必ずプラスに好転してきます。今仮に不安や迷いやちょっといろんな悩みがあったとしたら、それは全て自分が解決していっていくことだ。どないでもなっていく、大丈夫、私は可能性無限大、まあ、そういうふうなことをきちっと言葉にして寝てください。眠りにつく時が非常に大事です、はい、それと 日頃も、まあ、こうやって仕事してたりいろんなことがありますよね。ちょっと嫌なことがあった時は大丈夫なんてことないっていう、そういう言葉を一瞬でこのマイナスの波波動をですね、消す言葉っていうのがあるんです。これも大丈夫、これがいいです。それともう一つの消す言葉はありがとうとね。これいつも言いますけど、ありがとうとか大丈夫とか、この言葉はエネルギーがすごく波動が高いので、まあ、そういう波動の高いエネルギーを発信しておいてください。でご縁もそうです、まあ、僕とご縁、ね、自分で言うのもなんですけど、こういうふうに言うんです。僕と縁を結んだ方は最強の持ち主ですねっていつも言うんです。そうなんです、最強の持ち主なんです。僕は最強運があるんで、最強運あるっていう人は最強運のある人を引き寄せるんです。だからマイナスの人が来た時に、僕がプラスを持ってますから、プラスのエネルギーを持ってるから、マイナスの人が来ると磁石と一緒でこう弾くんですよ。だからプラス、ね、プラスのエネルギーを持ってる人はどん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 こう吸い付いてくる、同じようなエネルギーを持ってる人が吸い付いてくる、こんな、これが引き寄せの法則っていうんですね。だから同じ類は友を呼ぶと言いますけども、やっぱり、ポジティブで同じその潜在意識を意識して、その潜在意識をすごく活用している人は潜在意識を活用している人が集まってくる、
ということで、今日の配信はこうやって見ていただいている方、またこの後アーカイブを楽しみにしてますっていう人もねいらっしゃるんで、まあ、このアーカイブを見ながらでもいいんですけど、まあ、できれば、まあね、皆さん忙しいからあれやけど、このライブ配信っていうのはあのアーカイブで見る、これも仕方ないですよ、あの時間があの、ね、あの合わない人は仕方ないけども、何でもそうですけど、このライブを見るっていうのは、このライブの今同時間に起こっていること、これリアルのエネルギーが波動として飛んでるっていうことだけ意識しててください。アーカイブっていうのはその時に終わったものなので、波動はだいぶ下がります。だからやっぱりコンサートでも何でもそうですけど、ライブに行くっていうのはすごいエネルギーがあるんです。今最近ではオンラインとかねよく言ってますけども、オンラインの中でもやっぱりつながってる時間一緒の時がいいですよね。これがアーカイブになるとやっぱりちょっとこうトーンダウンしますしね、セミナーもそうですね、リアル会場に行く時と、アーカイブ見るっていうこの値段もちょっと違うよね。だからリアルに行く方が値段が高いっていうのはそういうことなんですよ。実際講師の先生の目の前でエネルギーを受ける、これは潜在意識に入り方が全く違うということなんですね。まあ、そういうこともちょっとね、頭に置いててください。おばさんになっていく気がしていなくて、いつも若い頃のような、気持ちで、ワクワク生きているので、実際の年齢に見られたことはいいことです。もうそれをずっと言い続ける、うん、そうするとどんどん若返っていきます。はい、いいですね。改めて先生最強です最強ですよ。ということで本当にね、ちょっとこう僕もこのライブ配信するとき何のテーマで喋ろうかなっていうのね、常に、その直前になってきて考えるんです。そうしたらパッとね、なんか知らんけど降ってくるんですよ。でそれに合わせて降ってきたら、それに合わせて何喋ろうと思ったら、そういう情報がバーッと急に集まるんですね。だからこれ不思議なもんで、情報が集まるっていうことは、これ縁もそうですね。そういう人が集まる、ね、そういう自分に大好きな人、こういう人が集まってほしいと思えばそういう人が集まってくる。で自分が嫌なことを愚痴ったりいろんなことしてると、そのぐちぐち言う人が集まってくる。だからいつも言うように、僕があんまり人の悪口を言わない、ね、あんまり言わない、まあ、ちょっとぐらい言いますよ、それは人間から、ね、でもそうなった時に言わないでしょって意識してるんですね。それよりか、あの人頑張ってるなとか応援したいなとかっていう、そういう気持ちを常にこう考えていくと、相手もそれを読み取ってくれるというふうに僕は思ってるんですね。だからそういうふうにして、まあ潜在意識をうまく活用する、まあ、潜在意識っていうのはもう宇宙意識っていうことで、まあ、自分の考えとか生きてきた情報記憶ってありますよね。でそれを今の科学では、肉体がなくなってもその脳に残ってる記憶を転送することができるというね、これ映画だよ、SF の映画みたいでしょ。でもそういうのがあって、もう今映画で大体ですね、映画ができてるっていうことは、その時点で映画はイメージできてるんで映像になってるわけですね。その映像のイメージができてるっていうことは、現実にそういうことになるっていうことなんですよ、時間かかっても。だから そこがもう分かりますよね。イメージできてる映画監督っていうことは、映画監督の頭の中にはその現実世界をもう引き寄せてるわけです。だから映画ができるわけですね。でその映画を僕らが見て、あ、これは映画やんか、映画の世界やんかって思ってしまうとそこまでなんだけど、僕は常にその映画を見て、もう自分がそういうところに生きてるみたいな、そういう世界行ってるみたいなね、もう本当にワクワクするんですね、うん、だからぜひね、映画の見方もね、自分がその映画の中に入って、こういう生活したら面白いなとかね、そういう見方でしたらいいと思います。この間もちょっとこのね、本も言いましたけど、死は存在しないとか言いますけど、肉体がなくなってもその、自分の思考、意思とか情報、これはずっと永遠に残るというね、そういうこれね、量子力学ね、この最先端の量子力学がほぼもうほとんどですね、正確に科学で証明されるところまで来てる、もうほぼもう証明されたと言ってもいいぐらい、うん、それぐらいこの目に見えない心の意思とか、そういう心のね、気持ちとか魂とか、そういったものに波動があって、エネルギーがあって、エネルギーはつながっていきますよと。しかも、どんなエネルギーをつなげるかどうかっていうのは、今の潜在意識と一緒ですけど、あなたの考え方次第でいいものも引き寄せたり、悪いイメージを持ってるとイメージ通りに引き寄せたりする、これが潜在意識の強いところであり、でも怖いところでもあるね。だから本当にさっきも言いましたけど、念押しておきますけど、常に信じきるということです。もう寝る前に大丈夫大丈夫、
はい、私はもっと若くなる、もっとお金が入る、そして今、そんなに言ってもまだまだ少ないと思ったら、あまりその少ない少ないと思う気持ちにならないようにしてください。少ないと思えば少ないんやという自分のネガティブな感情の方に少ないというイメージが植え付けていかれます。だから少なくてもありがたいなって、この少ない中でも生活できてるな、でももっともっと私は大金持ちになるぞとか、私はもっともっとこういう、大成功してこういうふうになるぞというふうにして、今は進行形、現在進行形で頑張ってるんだというふうにして自分を意識づけてください。そうするといい方向にどん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 こう形がなってきます。で、僕も実はいろいろと紆余曲折はしてるけど、大器晩成型、必ずどうせ幸せになるっていつも、念じてですね、いつも寝てるんですね。だから、ちょっとやちょっといろんなことがあったとしても、まあ、最終的には何とでもなるというふうに思ってやってるわけです。はい、潜在意識のお話をしました。それからね、友達募集中って書いてますけど、これね、あの QR コード LINE の QR コードね、貼ってます。はい、これ、QR コード取っていただいたら、この化粧の力っていうね、小冊子20ページ、またこれとは別なものをちょっと作っていこうかなと思ってますけど、まあ、とりあえずこの20ページは、かなりいろんな思いを書いてる小冊子になってますんで、この小冊子で脳タイプ別の、まあ、コミュニケーションメイクについてもちょっとあの確認してもらえると思うんで、ぜひね、これゲットしてください。この LINE に登録していただいたら、あのプレゼントをさせていただきますんでね、PDF で送りますんで、ぜひ、アーカイブでご覧の方は、これね、QR コードを取っておいてください。はい、日曜日これから楽しんでください。お疲れ様、ありがとうございました。